こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア院長の又吉秀樹です。今回の動画ではシンシアのクマ治療、経血膜脱脂術、カウンセリング、実際どんなことをしているのか、どういうことを喋ってるのか、これをノーカットでお見せしたいと思います。この患者様の術前ダウンタイム、この辺も詳しくお見せしていければと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に、美容医療のさまざまな悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、名前をお伺いします。はい、こんにちは、又吉がみます。ちょっと目元止めますね。ここに来てもらいます。この辺ね、もうちょっと来て、はい、この目の下でいいですかね。まず自分の目の下がどういうふうにあまり良くない状態なのかっていうのをね、まず把握してもらって、まあ、クマ治療っていうとね、まあ、クマって何ってとこから始まっちゃうんで、自分の目の下のが何が悪いから気に入らないのかっていうのを把握して、その原因を改善していくっていうプロセスになります。はい、まずちょっと自分の顔を見てもらうね。で、僕の顔も見なくていいので、自分の目を見てもらって、少しね、少し顎を上げて。で、自分の目を見たときに、ちょっと力を抜いて自分の目を見ていくと、涙袋っていうのがあるんだけど、この辺まで涙袋ね、本質的には筋肉でできてるんですけど、その涙袋、があんまり際立たないような、になってるっていうね、その原因なんですけど、なんかちょっとこうブヨブヨっとしてるんですよね。まあ、これは知ってるかな、うん、で、このブヨブヨなんですけれども、本質的に何かっていうと、眼下脂肪っていうのがはみ出してるんですよ。で、眼下脂肪の眼下って頭蓋骨の中で目の入れ物だから、その目の入れ物に完全に収まってて、その眼下脂肪なんだけど、それが骨の縁を乗り越えちゃって、前にデロンと溢れてきちゃってるって、そういう状態になってるのね。まあ、うちではね、眼下脂肪がヘルニアしてるって表現するけれども、指一本出してみてもらって、自分の目にして、僕の目はあんまりなくていいです。で、じゃあ骨の縁どこかなと思った時に、目見てね、鏡の中のここじゃないのね。涙袋の後ろに指突っ込んでいくと、なんかこの辺に骨の縁触れますでしょ、うん、その向こうが眼下っていうゾーンですよ、目の入れ物。その入れ物から溢れてこんなとこまで来ちゃってるっていう状態、これによって、まあ、涙袋が目立たなくなってるっていうのが一番最初にまずいなっていうね、状態で、2番目にまずい状態っていうのは、ここまでまぶたなんで、下まぶたなんですけど、こっから外側は顔っていうゾーンなんですよ。その顔っていうのは、皮膚も厚いし皮下脂肪もいるんだけど、年とともに皮下脂肪がどんどん痩せてきちゃう、まあ、この辺りとか、あとはね、この辺りかな、ちょっと自分で斜めの顔を見ると、膨らみへこみ膨らみへこみ膨らみへこみってなって、ガタガタっとしてる感じ、これがちょっと弱点になってるんだよっていうね。まあ、ここだけ治療するのもありだし、この辺まで治療するのもありだしっていうね。まあ、そういう話にはなりますね。まあ、ちょっとこの辺をね、わかりやすく説明していきますので、今度はですね、この辺に来てもらってね。この辺。そうそう。文字が読めるとか、あと画面が読めるとかね。まず、目の下の良くない状態っていうのは、まず膨らみがあるんだよ、眼下脂肪が眼から脱出しちゃってる、まあ、うちではね、眼下脂肪ヘルニアっていう表現をするけれども、さっき触ってもらった骨の縁ってこの辺にありましたでしょ、骨の縁の向こうに完璧に収まっているのが眼下脂肪ですよね。
こいつが骨の縁乗り越えて出てきちゃってるね。でポンね、皮下脂肪がロスしてくるってこういうことも起きてくる。まあこの辺、あとちょっとこの辺、まだ年齢的に若いからこの辺の枯れはちょっとだし、まあ、ほうれい線とかもそうなんだけど、あんま気にしないなら気にしないでも一つも。でこれすなわちどんな状態かっていうと、これが正常解剖なんだけど、眼球がいて下まぶた、下まぶたには筋肉がいて、これが涙袋の本質なんですけれども、まあこの涙袋に指突っ込んでいくと骨の縁があって、その向こうが目の入れ物ね、眼窩っていうゾーンなんで、まあこれに収まってるべき眼窩脂肪ってやつが今こうベローン、ね、骨の縁を乗り越えて落ちてるっていう感じ。だから涙袋が目立たないんだっていうね、そういう話なんですよ。で、あとは皮下脂肪は前に向かってバンと張ってなくちゃいけないのに、年とともにペションってなってきちゃう、出て下がるっていう感じになると、なんとなく立体感のない顔になっちゃうっていうのは、これが問題なんですっていうね。あとは皮膚自体のたるみとか年齢的に気にすることじゃないと、皮膚ってどこっていうとここなんです、一番表面をね。これをなんとかしたいんだと思ったら、こことここ皮膚切り取って引っ張り上げるしかできないね。まあそれをやったところでこっちが変わってなければ何の綺麗にもならないんだけど、今まだ考えなくていいからね。であとは治療としてはこれをこういう風にする治療です。そうすると、もしこのブヨブヨによってシワが伸ばされてる状態だったら、こうなった時にはババ正直出てきますので、これは一応覚悟しておくようなことで、まあちょっとシワあるというの気にするほどじゃないと思います。あとはこのゾーンってね、下まぶたゾーンっていうのは皮膚がすごい薄くて、いきなり筋肉っていうゾーン。で、顔っていうゾーンは皮膚が厚くて皮下脂肪がいて筋肉ってゾーンなんで、顔は白い脂肪が透けにくい、まぶたは黒い筋肉が透けやすいっていうので、黒いのは当たり前なんで、まあこれもね、後で分かるように人の顔でね説明していきます。この3つは受け止めるんだよっていうね。じゃあまあこれのいい悪いについて人の顔で分かるように話をしていきます。で、悪いの代表選手なの、例えば香川さんね、若い頃これくらいだったのに年取るとこういう風になっちゃうね。で、何が起きてるのと、まあ骨の縁この辺、まあ、ここだったら眼球起こっちゃいますけどね。で、骨の縁を乗り越えて眼窩脂肪がめっちゃくちゃ出てる、で皮下脂肪がめっちゃくちゃ痩せてるっていう、そういう話。若い頃これくらいだったのがどんどんでかくなって丸くなって、これが年を取るっていうこと。もう一人ぐらい見せておくと、例えば、ね、小泉さんですけれどもね、若い頃はめちゃくちゃいい男だったんですけどね、涙袋がいて、ここもう行ったらすごいへこんで黒いじゃないですか。これ簡単ね、ここの部分ね、皮膚が薄くって、いきなり筋肉の部分が黒くって、まあ、他は白いみたいな。でもどっちにしろめちゃくちゃ膨らんでめちゃ白くなる。で丸かったほっぺはめちゃへこんで、まあここの部分黒くなる。で、皮下脂肪の部分黒くなるとまずいんだけど、目の下は白いほど美しくないっていうのはこういうこと。で、香川さんは若い頃これとこれだったらこっちの方がいっぱい出てるんだけれども、年取るとこっちの方がいっぱい出てる。で、もう大体のクリニックはあなたの膨らみ、例えば左の方が出方強いから、まさにこういう、あなた左多いから左いっぱい取りますよ、右はちょっとだからちょっとでいいんですとか言ってね、うーんって思うじゃないですか、私のこと見てくれるんだってね感じで。でもそれ本当にやっちゃうとここだけへこんでる人になっちゃうし、なんかおかしい感じでしょ、うん、この人だったら右と左だったら左はもうへこんでるぐらいなんだけど、右は結構出てるんだ、ね、どっちにしろめちゃくちゃ出ちゃうっていうね。これ手術をやるってなったら、もう中を見て出そうなやつは取る、なんかあなたの見た目の膨らみに合わせて手術するんじゃなくて、もう解剖学的にこれは取んなきゃダメだっていうのを取ってるんだっていう風なクリニックじゃないとすぐ再発しちゃうのはこういうことですね。
じゃあ綺麗な顔見せますね。綺麗な顔、はい、めちゃくちゃ綺麗ですけれどもね、はい、はっきり言っちゃったらですね、こんな完璧なこの子でも実はこの2人よりしわしわです。うん、これ何かって言ったら皮膚ペロペロに薄いからよく笑顔とか作る人はここで折れちゃう。皮膚が薄いところは折れればシワ入っちゃうっていうね、はい、もう二重がシワなのと同じ理由でシワが入っちゃう。で、この人たちシワないのはシワあるはずなのにブヨブヨに伸ばされてるっていうね、そんだけのことなんで、まあシワがないことがいいことじゃないし、シワなんてあったところで他人はどうせ見てないっていうふうに知っておくことは重要。あとはめちゃくちゃ色白の中、ここだけすごい黒いわけですよ。これ何かって言ったらもう簡単で、もうさっき見た、透けない、透ける。顔は透けないから白い。目の下、下まぶたはもう透けるから黒い。ね、よく影クマとかね、黒クマとか言っちゃうドクターいますけれどもね、はっきり言ったらこの写真影全くないわけですよ。影クマっていう概念自体嘘だから、もうそんなの信じちゃダメ。はい。覚えておいてください。もう綺麗な人ね、何人か見せておくと、この人もめちゃくちゃ綺麗ですけれどもね、もう何かって言ったら涙袋をね、しっかりあるっていうから綺麗なんだけど、よく見たら青いわ、黒いわ、赤いわ、シワあるわ、怪我してるわ、ここの部分めっちゃ段差あるわって言ってね、言葉にするとすごいんですよ。なんですけれども、まあ、ね、これ一切前に出てる雰囲気ないじゃないですか。こういう人はやっぱり解剖学的に正しければもう傷とか黒いとかへこみとかそういうことっていうのはいいんだよっていうね、そういう話になります。これがクマだったらもうクマでいいわけね。もう黒いとかへこんでるとかも何かっつったらもう皮膚が厚い薄い皮下脂肪がいるいないが突然接続するわけだから、ここで、まあ、違いが出るのは当たり前ぐらいには思わないといけない。もし平らがいいっていうんだったら、まあ、例えばこの子ね、画像でね、ちょっと平らにしちゃったんだけども、平らにすると顔は、まあなんかこれくらいだったのが大きくなっちゃうしね、ここまで目だったのがここまで目になっちゃったりしてね、随分ちっちゃく見えたりして、まあ可愛さとしてはこっちの方がいい。まあ、黒いこととか格好が低いことは恐れない、解剖学的な正しさを求めて治療するんだっていうね、そういう理解が必要です。上目遣いした時だけちょっと出ますね。ちょっとだけでもやっぱりダメでね、これ何かって言ったらもう上目遣いすると眼球が引きずり出してちょっぴり出た、そのちょっぴりがやっぱ涙袋を際立たなくするんですよね。上目遣いしてない時は最高可愛いんですよね。なんか白人さんなんですけれどもね、もう大体3歳か4歳ぐらいだけど、いいからシワシワだし、皮膚薄いから透けて黒いし、べっこりへこんでるし、もう全然これでね、何か悪いとか全部いいっていうね。もうエマ・ワトソンさんなんか、もう白人さんの中では特別べっこりへこんでるんだけど、だからこそ立体感があって、横顔と斜め顔がスクリーン映えするっていうんでね、まあ今セレブさん。で、そんなエマ・ワトソンさんですけれども、年取ってほんのちょっとね、ここ出ただけでも、もう、ちょっと出ただけでも、それがガタガタっていう雰囲気になって、均一性がなくなっちゃって、やっぱ美しさつくっていうのがちょっと減っちゃう。あとは顔の真ん中あたりがへこんでくると顔の重心が落ちるんで、そうするとね、なんか老けた感、疲れた感。あとはこの顔って何が起きてるかっていうと、めっちゃ黒く見えるのは不安そうな表情する。そうするとほっぺたがガタンと下がるんですよ。で、骨の縁はここで全く変わらないんですよ。笑うか笑わないか、不安そうな顔する。ところが不安そうな、つまんなそうな顔するとほっぺたがガタンって下がるんで、この面積めちゃくちゃ増えるわけですよ。そうするとことさら黒くへこんで見えるんですけど、これはもう手術でどうしようもないので笑います、うん、笑うとね、ほっぺたガンって上がるんで白いし、段差なんて感じないしっていう感じなんだけど、これがエマ・ワトソンかっていうと、これもエマ・ワトソンでね、別にこれが悪い状態ってわけじゃなくて、表情、笑顔重要なんだよっていうのは一応ね、頭にね、置いておいてください。なんかね、こう見ても白くて膨らんでますでしょ。めっちゃ黒くてへこんでるわけだけど、どっちがいいのって言ったらこっちね、
まあだから治療したら、まあこれ治療したのかもわからないけれども、まあ事実上黒くてへこんでるわけでね、こっちの方が綺麗なんだけれども、まああの治療したら黒くてへこむんだと思う。あとはね、これ同じ番組の中です、僕がちょっとねあの写真撮ったんですけど、不安そうな表情したからね、パッとやったらめっちゃほっぺた下がってるから、ここめちゃくちゃ黒い、めちゃへこんでると。手術受けたことある人ならわかるんだけど、まあ二重の手術だから本当に綺麗になんだかよっていうね、心にダウンタイムを抱える時期があるんで、そういう時期に自分のことを覗き込むと、もう本当あのすごい怒っちゃうんで、ほっぺたが、そうするとめっちゃ黒くね、あの見えたりするんだけども、もうなんていうんですかね、この状態をしながら、この顔をしながら、まあ、彼氏とかに言うとか、ああ撮られすぎたんだけどとか言ったら、彼氏もね一緒になってね、あのあ撮られすぎてかわいそうで、周りの人もいてドカーンってなってみたり、あとは一番まずいのは、この顔しながら変な美容外科行くと、もう撮られすぎて骨の縁が見えてるかわいそうとか言い出してね、あのここに絞り入れちゃうとね、あとで見せるけど演劇みたいにボコボコになっちゃうので、こう気をつけて。ちなみにこの顔になったら成功で、笑いが取れなくて、さっきのエマ・ワトソンもそうだけれども、笑顔って重要なんだよって覚えておいてください。で手術後っていうのは、そうは言ってもね、やっぱ不安になる時期があるんで、大切なことはこの解剖の図、どこが骨の位置があるんだとかも大切なので、難しいんで、もうとにかくとかとか、あとは表情込めていただく、さんとかめっちゃ黒いしへこんでるししわしわだけど、まあそれでもいいんだっていう、そういうことを一応言ってくれる。で治療なんですけれども、一応2つに分かれて、治療自体はなんていうんですかね、グレードがあるわけじゃありませんよと、まあ、どこまで希望して治療するかっていう感じなんですけど、例えばこの方なんですけどもね、うん、まあ術前膨らんでへこんでへこんでへこんでガタガタっとしてる感じで、この香川さんチームに入っちゃうと、ね、涙袋つるんって術を行って1年後4年後なんだけれども、何かというとチームに入ってるんだっていうね、こっちの方が当然綺麗だね、何をしたのって、このブヨブヨが一番悪さしてるんで、こいつを減らすことで、綺麗結膜だしって、こっからアプローチするから結膜って言うんですけどね、これが綺麗結膜だしで、バンバンバンってへこんでるじゃん。これ皮下脂肪がいっぱい痩せてる。でその皮下脂肪を回復させるために、まあ、どっかから大量だから取ってこなくちゃいけないけど、太ももから取ってきて質を上げてから入れる。これがマイクロコンデンセリッチファットっていうのをうちでは使っている感じになります。で、まあ、ここも若いし、あんまりこの辺気にしてないよっていうのは、ここだけ治療すればだいぶ可愛くなっちゃう。その場合にはこれ取るのは変わらないわけなんだけれども、ここのほんのちょっとのへこみ、このほんのちょっとのへこみだけでも良くしておくとすごくいいので、っていうと、まあ取った脂肪がせっかくあるんで、この裏からね、そいつを使って膜外して細かく刻んで、まあ、注射でちょっと入れることができるね、これを打ちて眼下脂肪注入ってね、まあ今の状態的にはここはそんなに激しくへこんでないので、どっち選ぶかで、シワチリメンジが気になるときにはブヨブヨに伸ばされてるやつが馬鹿正直出てきちゃうので、もしあれば出てくるときには一応思っておいてください。まあこれはね、もう気づかなかったと思うんですけど、これがこうなってくるとシワ増えてますね。もし気になる場合はもう美容皮膚科とか大変にもらえれば気になると思うんですけどね。あとは色調の粗さもこんなのね、そうですけど、もう膨らみ、こっちとこっちどっちが黒いかって言ったらこっちの方が黒いわけ、どっちが綺麗かって言ったらこっちが綺麗。もう白いことなんて何のいいこともなくて、白いね、若い頃は黒いのさ、もう変な話、黒クマとか言っちゃうドクターいるけど、白クマになるのって覚えてる。白さなんかこだわっちゃうね。あとはまぶた、上まぶた、手術で痩せることがあります。これはね、取りすぎでなるんじゃないですね、実はこれね、一つのスペースなんですよ。なんか風船みたいになってるのがあります。これ上から下に落ちてきてなった感じじゃないですよね。上の下も超パンパンになってるんだけど、風船から空気抜いたら圧力下がるじゃないですか。
圧力下がるとしぼむんですよね。だから例えばこの膨らみのうち半分だけ減らしたとしても圧力下がるからここがしぼむことはあるというのは一応知っておいてください。そもそももうちょっと目の上痩せてるタイプではあるけれども、ここが痩せてることは悪いことでも何でもないので、老けたらへこむっていうのもちょっと違っていて、例えばこんな美しい人に右目だけくぼんでるの知ってます？知らない。なんで僕がつるんとしてるからね、こんなの誰も気にならないな。この子なんかこれで24歳ですからね、もう黒いしシワシワだしへこみ強くて瞬きのために二重違うんだけど、こんなの誰も老けてるっていうのも綺麗だなって。この方なんてめっちゃ綺麗なんだけど、もう涙袋をつるんとしてればこれでいいんだって。で、この人よく見ると涙袋ちょっと出てるんですよね。ちょっと出てるともう顔こっち使えないから光で飛ばしてモデルとして致命的だっていうんで、こっち写真、こっちから写真撮って光で飛ばして、よく見るとこれのおかげで浅いですからね。これとこれだったらこっちの方が浅いんだけど、浅いことなんて何の価値もない、これが出てることが一番まずい。この人は大女優さん、大女優さんよく見るとこのパターン多くて上の下もへこんでるっていうね、だけど普通の人たちってこれが出てるおかげで浅いみたいな、ね、状況になってるパターンで、そうするとですね、これ出てたらダメだから取るとこういうふうになっちゃう。もし気になったら読んでくれるとかも。で、術後なんですけど、本当に目が大きくなっちゃう人が一定数いて、これ何かって言ったら、この方とかそうなんですけど、もう下まぶたがブヨブヨが涙袋をなくしてるだけじゃなくて、下まぶたが持ち上げてることがあって、これによって目ちっちゃくなってることがあるんです。これが、ブヨブヨがいなくなることによって、涙袋がしっかり出るだけじゃ、本当に涙この下まぶたが少しあるべきところまで収まるっていう、そうするとまあフロントコンタクト外してるけど目の面積増えてる、目が目細くなってるんだけど、大きくなるついでにここにちょっと白目が入ると三白眼みたいな、三白眼みたいな、あんま気にならなかったと思うけど、そういうこと感じることだったら三白眼とか思ってると気になるんだけど、そこはあんま気にならしないんだよね。術後しばらくはもう中でね、もう傷が治ろうとするときに引っ張り込む感じ、そういうことはありますけども、それもマスト。またはここにかぶりがあること毛小肥だと、少し毛小肥がかぶってるけれども、その毛小肥が相対的に強くなったように感じることがあるので、それは知っといてください。でうちは採集率めちゃくちゃ少ないですね。なんでかっていうと、ここを別にここが黒いこととか低いことなんて何の悪いことでもないし、むしろいいことだから、しっかり取りますよ。じゃあしっかりって何なのって話なんですけど、今こういう状態だから、こういう状態だから、ここからアプローチするんですけどね、結論。これ下斜筋っていう筋肉で、それの裏ぐらいまで見に行って、もう全然固定されてなくて、後で膨らみそうなブヨンブヨンしてるやつはこっち。で周りにへばりついて、でもうこれは大切だなってものに関しては残す、その選別をしながら取るっていうのが真摯にちょうど取る、しっかり取るっていう表現なんだけど、大体のクリニックってあなたの膨らみに合わせてちょうど取りますよとか、ね、へこまさないようにとか言ったりするんだけど、それってここにちっちゃい穴開けてひっくり返すとね、ちょっとプリッと出てくるんで、それって引きずり出して、あこれくらいじゃねっつって取る手術なんですよ。僕がそれやってた頃は10分15分ぐらいで終わらせたんだけど、もうバンバン再発してたからね、今のスタイルになってるんだけど、そもそもあなたの膨らみにちょうど取る、合わせてちょうど取るとか言うと、さっきのこれでね、ここいっぱい取ってちょっとしか取らないみたいなのが、こっちだけへこんでる人になっちゃうみたいな、ね、そもそもおかしいっていう感じになっちゃうね。そういう手術はダメよ。ちなみにそういう手術をしてるクリニックって大体こんな感じの結果になります。これね、某大手美容外科さんなんですけれども、やった手術は経血膜の手術、マイクロコンデンセーション80万も取ってるんですけどね、テレビのコマーシャルめちゃくちゃ安く言ってるけど、行くと実際80万120万とか言われたりするんだけど、
これ、まあ、うちでマイクロコンデンスリッチパッドを使うときにはどんな感じで使うかって言ったら、もう顔出ていっぱいへこんでるから、顔の皮下脂肪を補うために量必要だから太ももから取るって話するけれども、そんな気全然ないんですよ。もうこの辺とか全然映ってないし、ね、じゃあどこに入れたのっていう、この小指の爪ぐらいのところしか入れてないです。で、それじゃお金取れないから何に出すかっていうと、マイクロ CRF とかコンデンスリッチファットとかね、ナノファットっていうのは特別な脂肪だから細かくって、皮膚がね、薄いとこまぶたに入れられて、シワが伸びます。麻痺、若返るからシワ増える、ね、色が良くなるとかメイクして、入れてないですからね、これ僕何日かね、これ大手の美容院さんぐるみでもうこれ入れてなくていいみたいな感じで許容しちゃって、まあぶっちゃけもうでっかい詐欺みたいなもんだよね。じゃあなんで入れないのって話になるんですけれども、この辺りっていうのはまぶたゾーンは皮膚ペロペロに薄いし皮下脂肪いないので、さっきちょっと知ってみましたけどね、顔ゾーンは皮膚が厚いし皮下脂肪が入れて、年とともに皮下脂肪が枯れてきちゃうので、それを回復しましょうっていうのはね、まだ自然な話なんですよ、解剖学的に。ところがここの部分に脂肪注入するっていうことは、それは胃内構造を人間ごときが作るっていう話になっちゃうから、こんな感じになります。これのね、有名な美容外科でね、血圧膜脱臭素マイクロコンデンサスで110万も取ってあるんだけど、まあ、取るの上手いから涙袋しっかりやるし、だけど黒くなったとか言われるので、ね、ここに脂肪入れちゃうね。そうすると、まあ後で浮き上がってきちゃう。もうぶっちゃけシワも伸びてるし白くなってるし段差も伸びてるけど、段差もなくなってるけど、もう全然いびつな感じで不自然、まあ自然な存在じゃないからね。もうこれだったらこっちの方がマシで、もうなんか、こっちだったらね、まだ自然で年取ってるだけなんで、これあからさま不自然なんで、もう他人が気になってしょうがない。でその、値段をいっぱい取る割にはもう顔きれいにするっていう仕事中に一切行わないので、まあなんか、ね、熊の治療はするけど顔の治療なんかしないぜっていう感じで、ね、銀座のクリニックなんだけど、まあ、ピュアグラフと経験なんかして、トーンがうまいですよ。涙袋しっかり出る。ここに入れたばっかり笑った時には本当に綺麗にして本当に可愛いです。力込めたら浮き上がるって言ってね。これ上まぶたなんだけど、上まぶたにも入れられるとか言ってるドクターいるんだけど、これがこうなったら良くなったって騙されちゃう。そういう方いるんだけれども、目閉じたら目力込めたらやっぱいない行動だからこんなになっちゃうのがおかしいでしょ。上まぶたもいないからさ、ね、もう年取ったら周りは年とともに痩せてくるけど別行動取ったら浮き上がってくるっていうのもよく覚えてくるんですよ。上まぶたもやっちゃった。だからこういうところも皮下脂肪もともといないから、後で変なことになっちゃうから、全部一度入れないようにしてね。演劇さんさっき言ったけれどもね、何かって言ったら、これがこうなったらこの部分黒くなってへこんだらダメだから脂肪入れていきましょうと、ここに入れたって形になってボコボコになっちゃってすごいおかしいんで、まあ、これはね、何がいいのね。まだ動いてるか。動いてる。でうちの手術でも、もし隠れて、手術に隠れてるのが出てきちゃうようだったら、再手術ね、2年間 70% の病院でやってます。また戻すことはできません。あと麻酔につけて寝てる状態で、まず勝手に向けてることは、車を見てるのかできません。で腫れ、内出血、痛み、違和感、目やになんてあります。ちなみに、静脈麻酔でやるっていうのは、まあ、うちでやる場合はこの辺まで見て、この辺特殊麻酔が効かないから痛いっていう、時間がかかるともうどんどん嫌になる。まあ、そうすると寝てないとできない。僕が昔やってたみたいにね、今も大体のクリニックやってみたり、
これ、ちっちゃい穴でひっくり返して、まあ、ピリッてひっくり返してるから10分でも終わっちゃうし、大して奥の方見てないから、もう全然あの、なんていうんですかね、痛くないんですよ。適当にやってるクリニックは寝ないでできるっていうね、一応そういうふうに思ったんですね。腫れない止血、痛みは仮面やになんてありました、初日から3日目ぐらいが一番強くて、1、2週間ぐらいでおおむね引いてしまう感じ、まあね、結膜下出血、一時的な感染性けのむくみが来ること。結膜下出血とここに違いがあるんですね。術後落ち着くまでは一応2週間途中経過の再生と再生は残ることがあります。術後しばらく血の涙で血流見られることは全然心配ありません。経血膜脱出血の途中なので抜歯もないし、腫れてみたいなので脱出血で服用を服用できる状態が注意しておく。シャワー洗濯洗顔みたいな翌日からかのコンタクトで見ることはまつげ目としてはできれば服用してくる手術の時にはダウスラックしたりし、僕生まれ変わって皮膚の損傷があり得ます。ケース的にはかなり濃厚になる。注入部分術後しばらくしこり感じることによる時間経過というのを確認します。ここまで感染の起こり方もこの機会注意して必要になります。まず逆まつげ見られるというのがある逆に注意して必要になります。あとはこれは絶対とは言わないけど一応知識としてね、あとはまあ希望があれば可能です。マイクロコンデンスリーチ太もも、鼠径部、細径部、ここにちっちゃいのが出てきます。あまこいくらい。鼠径部。で、少しうっすら脂肪をいただいてきて、フィルターかけて、塩分にかけて、細かい状態にすると、何が起きてくるかっていうと、本人意識ないままですけどね、こうやって座らせちゃうんです。そうすると、他人に見せてる一番冴えない状態。でそのへこみに向かって細い針細い注射でデザイン性高く入れることができる。そして、まあ、よく生き残るっていうのもメリット、まあ、個人差ですけども、これが仰向けになっちゃったら場所分かってもマークになるので、場所分かっても量分かんないからデザイン性もないんで、もうそういうこういうことができるっていうのがメリット。よく生き残るからこそ変なとこに入れると本当にやばいことになるんで、これも覚えておく。で最初は痛み、腫れ、内出血でしばらく硬い、最終部分のようにして多少の立体的な変化を突然症が色素沈着感じることがある。ヒント必要に低いせい、入れた脂肪の血管に注意せず血の巡りが悪くなって冷たい痛いの状態、状態がちょっと局所の視力低下でさっきの血流を出すしますっていうのがあるし、あとはもういらない手術から省略します。結果効果個人差あります。最終的に完成は数ヶ月、大変な目の下の術後、まあの術後退出する。で最後にまとめます。まず骨の縁がここにありましたね。この裏から溢れてきちゃったらよろしくない。眼下脂肪がヘルニアしてんだよっていうのに対して経血膜脱出っていうのをしましょう。バンバンバンってちょっとね、まあ、経度だけだったんですけどね、皮下脂肪が痩せてる、ここだけで良ければもう取った脂肪を十分に耐えちゃうから眼下脂肪注入っていうのもあるし、そうやってこの辺までやりたいっていうふうには太ももから取りますよ。これはもう自分のね、価値観で選んでもらえばいいですっていう感じになります。なんかご質問とかありますか？大丈夫です、はい。そしたらね、これコピーして渡しますんで、お話聞いていただいたっていうサインをね、いただいております。そしたらね、事務的なこととかはね、受付の者がご案内しますので、少し待合室でお待ちください。どうも、またお待ちしております。はい、これちょっと返して。はい、どうも。
ということで、今回の動画ではシンシアのクマ治療カウンセリングのリアルノーカット、なおかつその患者様のダウンタイムをできるだけたくさん見ていただこう、そういうような動画として、作らせていただきました。今回の動画も面白かったな、これからのシンシアの動画も見ていきたいなと思っていただいた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。